演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマート×ライザー渋川マロンのプリンを食べたいと思います。渋川マロンか。ライザップのプリンは抹茶とはチョコレートだけど、栗はなかったので、ここにもあるので楽しそうですね。では、と、中はやっぱり栗色ですね。まあ当然っちゃ当然か。そうでなかったらマロンプリンじゃありませんもんね。それでは、では、どんなプリンは、ライザップのプリンは固めが多いんですけど、これはどうのかな。いただきます。ライザップのプリンにしてはちょっと柔らかめですね。その分口の中でトロトロに溶けるとも言えますが、栗も甘さではなく渋皮というだけあって渋さが全面的に出ていますね。ちょっと好みが分かれるかなといった感じでこちらの点数を取ります。栗の味は感じることができましたね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。